さてもう一人の高校生で注目されております、セフ高校2年生、先ほど紹介した、池谷と同じその高校の2年の西川大輔選手のスリーバーをご紹介することにいたしましょう。規定では32位でした。池谷選手とは良きライバルで、はい、過去2人の争いというのは2勝2敗ぐらいだそうですけれどもね。ね、国際ジュニア大会今年大阪でありましたね、はい、あの時この2人が脚光を浴びたんですね。その時にはこの西川が3種目で優勝しましたもんね。2年連続インターハイは2位、1年2年で2位、今年も2位でした。9月の末に左手の人差し指の付け根を骨折して20日間ほど練習できなかったというのがね、はい、ちょっと同じ、ね、池谷に差をつけられた原因ですが、そうでしょう。非常にこの西川選手はシャープな線を出しますね、はい、この釣り合いは素晴らしい出来ですよ。その西川選手の釣り輪の得点は 9.30 でした。もう一回ご覧いただきます。指導されている政府学園 の山口監督に伺いますと、ロサンゼルスオリンピックの、6人のうち実4人までが政府高校の出身だったんですが、はい、具志堅、梶谷、外村、平田とね、はい、いたんですが、彼らの高校時代よりもこの西川そして池谷の方が力的にははるかに上ですよと。なるほど、はい、そうですね。もうこの若い間に早くいろんな技を覚えてですね、そして力をつけてぜひ一日も早く日本代表になってもらいたいですね、はい、来年のソウルオリンピックの有望な候補じゃないですか、はい、その辺どうですか。もう全く今回の成績を見て